情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日のゲストは元陸将の渡辺義和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の内容気に入ったらぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。さて渡辺さん、大変なことになりました。またまた大変なことになりました、ね、これですね、今日の一枚目の資料これですね。はい、そうですね。これはクリミア大橋が破壊されたという写真なんですけど、衛星写真ですよね。はい。それで、はい、上の方に写ってるのが鉄道の、はい、鉄道のやつですね。橋ですよね。はい、ちょっと今。そして、はい、下の方に写ってるのが道路の橋なんですけれども、はい、両方とも同時にやられてるというのはすごいですね。すごいですね。もしもこれがウクライナが関係した攻撃であるとするならば、はい、この2つの橋を同時に攻撃するというのは、これものすごく難しい作戦ですよ。なるほど。これも見事に完遂しているというのは、これは本当に大したもんだというふうに思います。なるほど。これでもどうやってやったかまだ分かんないんですよね。まだ分かんないんですよね。今いろんな説があるんですけれども、はい、ウクライナの FSB がやった、関与したという説もありますし、はいはい、そして当然ながらウクライナ軍が関与したという説も当然ながらありますよね。はい、あとはウクライナのミサイル、はい、これがやったというようないろんな説がありますよね。はい。まあ、いずれにしろ、ロシアがこれをやるというのは、まあ、可能性というのは私は少ないだろうと。なるほど。やはりウクライナが、はい。言った、何らかの形でやったということだろうと思います。なるほど。プーチンはね、民間施設に対するテロだとか言って被害者ぶってるらしいんですけど。いや、そうですね。まあ、荒唐無稽ですよね。今までロシアが何をやってきたか。はい。もう常に2月24日以来、はい、民間の施設を徹底的に破壊してるじゃないですか。はい。ロシアのやり方というのは、とにかく民間の施設を徹底的に破壊をして、はい。インフラとか病院とか、はい、学校とか、それを破壊することによって、はい、ロシアの、ウクライナの戦う意思というものをくじくという作戦をやってるわけですね。はい、ですね。はい。まあ、発電所もそうですしね、はいはい。発電所もそうだし、それから、シェルターとか駅まで撃ってますからね、ロシア。いや、その通りですね。はい、ジョニーさん、今日はですね、はい、間接アプローチと、はい、直接アプローチという観点でちょっとお話ししてみたいんですけれども、今回のクリミア大橋の破壊というのは、はい、これは明らかに間接アプローチなんですよ。間接アプローチ。はい、間接アプローチというのは、はい、直接アプローチ、つまり直接アプローチというのは、戦闘の第一線において、直接、例えば戦車対戦車の戦いとか、砲兵対砲兵の戦いとか、そういう実際に火力でぶつかり合うようなアプローチではなくて、はい、間接的に相手の軍隊の力というものを削ぎ落としていくというアプローチなんですけどね。これはまさに今回のクリミア大橋の破壊というのは、はい、ウクライナの私は間接アプローチの典型だというふうに思うんですよね。なるほど。ご承知の通り、このクリミア大橋というのはロシア本土とクリミア半島を結びつける、はい、連結する非常に重要な、はい、後方連絡線の一つの大きな拠点なんですけどね。これは、プーチンが2014年クリミア半島を占領後、プーチンの肝入りで作った大橋なんですね。はい、だからこれを破壊するということは、結局何を意味するかというと、ロシア本土からクリミア半島、あるいはヘルソン州とかザポリージャ州、こちらのロシア軍に対する兵站経路、これを完全に断つという、はい、大きな意味があるわけですよね。なるほど。考えてみれば2月24日以降、ウクライナ軍がやってきた作戦というのは、実に間接アプローチというのは非常に多いんですよ。そうですね。まあ、確かに、はい。特にハイマースの登場以降、はい、7月以降、はい、ハイマースによって間接アプローチで、ロシア軍の兵站の拠点とか、はい、あるいは指揮統制所とか、あるいはロシア軍が集結しているところを狙って、はい、これを撃破するとか、まあそういう間接アプローチを使ってるんですけれども、はい、この間接アプローチが実にうまく使われているというのが、今のウクライナ軍の素晴らしい作戦のやり方だというふうに私は思ってます。なるほど。まあ今回まあこの、まあクリミア大橋が破壊されたということで、まあ渡辺さん以前おっしゃってましたけど、ロシア軍は鉄道輸送にかなり頼ってるんですよね、補給をね。あ、そうですね。これにまあ大きな支障が出るんじゃないかと言われてます、はい、この辺はいかがでしょうかね。
あ、まさにそのとおりですね。2枚目の写真、はい、お願いできますか。これですね。これはですね、ウクライナ全体 の図を示しているんですけれども、右下の方にクルミア大橋というのが赤の点で示しました。はいはい、ここを破壊することによって、はい、そこからクルミア半島に線が出てますけど、これは道路とか鉄道なんですけれども、はいはい、これがヘルソン州とかザポリージャ州の方に向かってます。はい、特に最短の距離が、クルミア大橋から、ヘルソン市に向かうこの経路ですね。はい、もう結局、ヘルソンにいるロシア軍たちが、兵站物資を取るためには、はい、この、クルミア大橋を使った、経路とは使えないということなんですよね。なるほど。結局、右隣のザポリージャ州、メルトポリというのがありますけど、はい、メルトポリとか、はい、それがマリウポリとか、まあそういうところ、この遠い方向からの経路でしか兵站物資を取れないということになってしまうわけですよね。なるほど。なるほど。まさに間接アプローチですね。間接アプローチなんですよね。ジョニーさん、私は今日も言いたいのはですね、はい、間接アプローチをずっとやってきたんですけども、ウクライナ軍が。はい、これはある程度成功してるんですけども、はい、大切なことは直接アプローチと間接アプローチをうまくミックスすることなんですよ。なるほど。間接アプローチだけではロシア軍を、後退させることは絶対できません。はい、ですから、はい、直接アプローチとしての、はい、それぞれの東部戦線での戦い、はい、そして南部戦線の戦いがあるわけですね。はい、3ページ目お願いできますか。はい、これ、3ページ目は、東部戦線の、皆さんご承知の、リマンを奪取しました。はい、これから以降、その図における、中央右あたりにあるんですけど、スバトベというところがあります。はい、このスバトベが一つの攻撃目標になります。このスバトベも、先ほどから言っている鉄道の、拠点の、はい、まあ、非常に重要なところなんですね。はい、ここを取る作戦をやっています。そして、その、さらに下のクレミンナというところ、はい、これも重要なところですけど、これを取る作戦をやっています。はい、これ、スバトベとクレミンナを取ると、その次、右下にあるルビジーネ、あるいは、セベロドネツク、リシチャンスク、これを逐次取っていく作戦というのを、これから実施をしていく。この直接のアプローチが絶対必要なんですよ。なるほど。実際に直接ロシア軍と火力戦闘をやって、はい、これを撃破をして、はい、どんどんロシア占領地を解放していく、この作戦が必要なんですよね。はい、これは東部戦線なんですけれども、はい、次のページお願いします。はい。こちらですね。これですね。南部戦線 の、はい、ヘルソン州なんですけれども、これも確実にロシアの占領地域を解放しているこの作戦に、はい、見事な作戦になってます。はい、これも今示しているのは直接的なアプローチを示しているんですけれども、はい、ウクライナが地上軍によって攻撃をする。それに空軍がクロスエアサポートで近接航空支援を実施をする。これらの、あるいはハイマース等の射撃をすることによって、はい、間接アプローチと直接アプローチがうまくミックスされて、このヘルソン州の作戦というのが進捗をやっている、はい、ということなんですね。なるほど。ですから、当初、このドニプロ川北岸でも、ロシア軍はかなりの地域を占領やってたんですけども、はい、今、特にドニプロ川の北方向からの攻撃が進展して、はい、その他の地域のロシア軍を配備やってた第一線部隊が後退せざるを得ない状況になっているという状況ですね。はい、今ノバカホフカダムの方向に向かって後退してるらしいですけど、そうですね、ダムも通れないんですよ。ノバカホフカの地域と、もう一つはヘルソン市、はい、ヘルソン市ですね。この地域、これが2つの拠点になると思います。はい、最終的にはこの2つの拠点を、はい、撃破をしていく作戦になるというふうに、まあ、思います。はい、いずれの場所ももうでも橋は落ちてて、ロシア軍はもう撤退できないわけですよね。いや、まさにその通りです。これは、先ほどから言ってる間接アプローチのやり方。はい、撤退する、拠点である橋を落としてしまう。はい、で、それを橋を落としてしまって、袋のネズミ状態にやって、そして直接アプローチでこれを撃破していく。これが作戦ですよね。こういう作戦を実施をしているということなんです。はい、次、こちらですね、ページをお願いできますか。はい、これが具体的なヘルソン州 の、 ドニプロ川北岸での状況なんですけれども、その右方向から
攻撃している青い線というのはウクライナ軍が攻撃しているんですよね、はい、こちらの方向からの攻撃が進捗しているためにヘルソン市の上の方にたくさん重心にわたってロシア軍陣地作ってたんですけども、はい、それが持ちこたえられなくなってもう後退をしてどんどん後退をしてヘルソン市にこれを拠点としてロシア軍が防御しようという体制が今の体制だというふうに私は思います、はい、ヘルソン市にそれだけなだれ込んできてもロシア軍は物資とか補給受けられないわけですから結構厳しいんじゃないですか。いやものすごく厳しいです、はい、結局食べるものもない水もない、はい、あるいは弾薬もないという状況がこれから起こるというふうに思います、はい、なるほど。なんかロシア軍のですね、空挺部隊のまさにそのパラシュート降下してたような人たちが、一部まあ、負傷してロシアに帰って、その後国外に出た人がなんかフランスでインタビューに応じてるってのを見たんですけど、そうですね。あれもなんか弾薬しか持たされないで食料がすぐになくなっちゃって、もうすぐにコンビニみたいなとこ押して、取らないともう飢えて大変だったみたいなこと言ってましたね、その人もね。いや、そうですね。はい、ロシア軍の作戦で、もう常に問題なのが兵站なんですよね。はい、兵站がもう、圧倒的に貧弱であるということなんですね。これが兵隊を重視する米軍との決定的な違いなんですよね。今回の戦争ではそのロシア軍十分に兵隊を用意しているんじゃないかという話もありましたけど、2週間で終わるつもりの兵隊しか用意してなかったんですかね、やっぱりね。ですね、2週間もそうですけれども、はい、私は3日間の兵隊しか持ってなかったと言ってるんですけれども、はい、特に一番最初のキーウ正面に、はい、北側から攻撃した部隊なんていうのは、はい、まさに本当3日間ぐらいしか持ってなかったと私は評価やってます。それぐらいしか持ってなかったから、本当彼らを飢えて、はい、もうウクライナの民家に押し入って、はい、それから食料を奪うとか、はい、そういうことをやっていったわけですよね。なるほどね。なんか軍服とかももう土の上で寝るんで1ヶ月も来たらもうボロボロでもう使えなくなってしまうらしいですね。あ、そうですね。そしてこれから面白い情報があって、これから冬になりますけれども、はいはい、軍人といったら冬の暖かい服が必要なんですけれども、ね、はい、これがもうロシア軍にはない。ああ。もう厳しい状況になりますよ。なるほど。ウクライナ軍は、例えば最近のニュースなんかでも、ドイツ軍から大量の、はい、暖かい冬用の、はい、戦闘服とかいうのを供与されるという話があります。はい、これが今のウクライナ軍とロシア軍の違いなんです。なるほど。ウクライナ軍は、もうアメリカをはじめとする、民衆国の支援をどん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 受ける。はい、しかし、もうロシア軍の支援は全くないという、ね、この差が明らかにこの第一線の戦いに如実に現れてくると思います。なるほど。そういえばなんかトルコに冬服を送ってくれってプーチンが言ったら拒否されたっていうニュース出てましたね。その通りなんですよ。トルコのエルドアンは最近ものすごくプーチンに厳しいんですよね。これは当たり前だと思います。で、多分中国にも言ってもらえなかったからトルコ行ってトルコもダメだったって感じですかね。いや、本当そうなんですね。そして、プーチンが今、四面楚歌になってますよね。はい、もう、今まで偉そうにしてて、はい、古文のようにやってた、ロシア周辺の諸国、カザフスタン等が、はい、もう、明らかにプーチンを見下したような態度を取ってきましたよね。はい、そして、今、ロシアの中で起こってる、状況の中で私注目するのは、ロシアの国防省がものすごい今批判されてますよね。そうですね。はい。もう、カディロフに批判されてますし、はい、あとプリゴジンね、ワグナーのね。はい。そうですね。はい、プルゴジンというプライベートミリタリーカンパニーの親分にも批判されてますし、はい、そしてプーチン自身が結局、この戦争の先に、プーチンが圧倒的に一番の原因ですよ。まあそうですね、しかし、はい、自分が批判されたくないから国防省を批判するような、はい、批判の対象にするような逃げの手を今打ってますよね。はい、いやこれも大変な状況だと私は思いますよ。なるほどね。これ渡辺さん、この後どういうふうな展開になりますかね。はい。これからですね、はい、南部戦線も東部戦線もウクライナのイニシアティブ、これが主導権、これが継続をして、はい、地区で、今、ロシア軍が占領している地域を解放していく。なるほど。もう、どん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 解放していく状況になるというふうに思います。なるほど。で、冬がまあ、ロシア軍越せないわけですから、冬将軍に負けてしまうみたいなパターンもあるんですか、これは。
いやもう私は先ほどから言ったように温かい状況にするというのは極めて大切なんです、戦いの中で。なるほど。そしてもう投資をするような状態というのはこれから私は考えられます。第一線の部隊のロシア軍は投資をしていくような状況、これは実は2月24日攻撃開始からの当初の間にそういう状態になったわけですね。あ、確かにそうでしたね。投資をしても、はい、手も足も投資でもうダメになって動けなくなってしまった、はい、こんな状況が頻発すると思います。それで、はい、食べるものがない状況になると思います、はい、なるほど。それはロシア軍の士気が完全に低下をしていく、どんどん低下をしていく状況というのは私は予測しますね。なるほど。じゃあその冬将軍来る前に徹底的に削るっていうのが今のウクライナの、まあ、作戦なわけですね。まさにそうです。それは特に間接的アプローチによって徹底的に削って、はい、実際に直接アプローチで全面で第一線でもってウクライナ軍の戦いがどんどん進捗していく、その状況が考えられます。ですから私が言いたいのは、はい、今がチャンスで、はい、今こそウクライナ軍が要求している戦闘機にしろ、戦車にしろ、はい、ハイマースの、はい、エイタクムスね、エイタコムスにしろ、はいはい、もうどん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 提供をして、はい、今こそ提供すればもう迅速にこの戦争を終わらせることができる、そのチャンスだというふうに私は思ってます。なるほどね。この声がものすごく世界的に大きな声となって、はい、バイデン政権と動かす力になってくると私は思いますね。なるほどね。ちなみにプーチンの核恫喝はどうなんでしょうか。核に関しても私は考えたんですけどもね、核恫喝やってます。しかし、はい、プーチンの核恫喝は恫喝だけで実際にはかなり難しいということを言います。これは多くの人たちがもう最近言い始めたんですけれども、例えばフィンランドが NATO へ加盟すると言ったけれど、はい、あの時にプーチンはものすごくフィンランドを脅しましたよね。大変なことになると、はい、お前たち大変なことになると言ったんですけど、何もできなかった。できなかったですね、結果的には。何もできなかった、はい、プーチンの恫喝が一つ一つもうはったりでしかなかったということが、バレちゃったんですね、もうね。だからプーチンはもう戦術核を使うぞという、これははったりではないと言うんですけれども、はいはい、はったりになる可能性というのは私かなりの確率あるというふうに思いますよね。そしてもう一つは、はい、高橋杉雄さんなんかは言うんですけれども、はいはい、戦術核だけでは、はい、これはもう効かないと。例えば1発2発数発戦術核を撃ったとしても、この2000キロメートル以上 の、 前線があって、はい、そこに分散しているウクライナ軍に対してはそれは効かないと、はい、まあそうですね、1発2発撃ったとしても、はい、これはもう数百発、例えば200発ぐらい撃つんだったら分かる、はいはい、しかしその200発撃つ勇気は本当にプーチンにあるかといったら私はないというふうに思います。200発仮に打ち込んだらもう NATO 軍があれですよね、もう空軍使って一気にもうロシアの軍事基地潰しに行きますよ、ね、はい、プーチンがもしも戦術核使ったならば、はい、NATO 軍は通常戦力でもって対処するということを、はい、言ってます、はい、これは通常戦力でかなりのところを大きな損害を与えるということをプーチンに伝えてますから、この脅しが私はかなり効くんじゃないかというふうに思ってます。これ効かないという人もいますよ、はい、しかし私はかなり効くというふうに思ってます。なるほど。まあいずれにしてもプーチンは八方塞がりになってきましたね。そうするとね、そうです、やはり核もやはり使えない兵器になるというふうに私は予測します、はい、しかしもし万が一使われたらいけないから、ウクライナ軍が準備をしているように核攻撃に対する対処というものをちゃんとやっていかなきゃいけないですよね。はいはい、なるほどね。それはもう逐次やってると思いますよ、私はウクライナ軍は。なるほどね。まあ、こういったね、全体の情勢を理解するにはね、なんかいい本があるらしいですね、渡辺さん。あ、そうですね。私今日もやはりこれを、はい、でお勧めしたいんですけれども、はい、私はオールドメイン戦ということをずっと言ってるんですけれども、はいね、陸海空だけの戦いではないと、はい、宇宙、サイバー、電磁波もあるし、はい、そして情報の戦いとか、はい、いろいろ経済の戦いとか、エネルギーの戦いいろいろあるじゃないかと、はい、そのオールドメイン戦で、やはりこのロシア・ウクライナ戦争を見なければいけないというのを私が終始一貫して言ってることなんですよ、はい、その中で間接のアプローチも直接のアプローチも当然ながらあります、はいはい、そういうも様々な要素を考えて、この
この戦争を見なきゃいけない。それが日本における状況も実は間接アプローチで浸透されてるんですよというのが私の訴えなんですね。なるほどね。はい、日本はすで、に戦時下にあるというね、この本でぜひね、お読みいただいてですね、体系的な知識でね、皆さんもぜひ民間防衛に励んでいただければというふうに思っております。まさにそうです。民間防衛です。はい、民間防衛ですね。はい、渡辺さん今日もありがとうございました。ね。はい。ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにね、コメント欄に感想を書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ガオー、はい